見てくださってありがとうございます。カービィ大好きアラフォーです。ついにカービィカフェサマーが始まりました。お店の変化した様子を見た後に私が注文したメニューについて紹介していきます。まずお外の看板、夏メニュー満載になっています。それから入り口のフォトスポットもカービィが浮き輪をつけていたり、真ん中に桃があったり、看板が青くなってサマーの文字が追加されています。ディスカバリー組で記念撮影をしました。ウィスピーウッズは星のサングラスとレイをつけて夏を満喫しています。店員さんに案内していただいてカウンターの席へ、窓際の文字マドルディが可愛いです。メニュー表も夏らしくなっています。ディスカバリーのコラボメニュー代表は新しい方の車頬張りケーキになっていますね。ページを開けるとストーリーが書いてあります。こちらは公式ホームページでも読むことができます。メニュー表全部青いので夏になって変わったメニューをさらっと見ていきます。店内に入ってから迷いすぎないようにあらかじめ頼むものを決めてきました。ファーストオーダー制で後から追加注文ができないのは注意です。さて注文が済みました。店内のグッズコーナーを見に行きましょう。新しいグッズどれも可愛いです。それ以上に気になったのはこちら、なんと今月出るカービィカフェの一番くじの景品が飾ってありました。素敵なサプライズです。今回のロット買いするか迷っていて、でも先行で引くのもありですね。迷います。さらに一番くじが飾ってあるショーケースとレジに宣伝のカードがあって、また新しい一番くじオンラインが出るみたいです。カギモチーフのメダルチャームセットで5月に出た30周年の一番くじで出た6タイトルに加えて新しい7タイトルが追加、色はピンクゴールドで豪華コレクションボックス入りということです。2022年のうちに予約開始ということは近々続報が来るのでしょうか。これからの楽しみが一つ増えました。ダイカットステッカーを購入して席に戻りました。レシートが夏バージョンなのが嬉しいですね。いよいよ料理が来ました。最初はワドワドワドルディの仲良しライスコロッケ。ウィスピーの下で3人のワドルディが集まっていて和みますね。みんなお顔が綺麗です。ウイスキーの中にはフルーツヨーグルトとリンゴのドレッシングが入っています。記念撮影をしてから美味しそうなワドちゃんたちを食べちゃいます。中にはご飯が詰まっています。もっと複雑で食べられるの？思ったらこっちからでした。お顔はチーズ、中身は味付きのご飯で食べ応えがありました。ドレッシングは酸味たっぷりでジューシーでとっても美味しかったです。お次はコロコロ桃色ピーチソーダ。星のなだれココとキラキラした色合いが爽やかです。このメニュー、アクリルのマドラーがついてきて3種類のうちランダムなんです。何が出るかな。あ、丸くなってるカービィ。ピーチソーダにはカービィがあると思っていたので嬉しいです。マドラーの先は星が整っていて、カービィの裏はこんな感じです。コースターもついてきて、こちらはサマーのコースターとランダムのものどちらかを注文するときに選びます。せっかくなのでと同じようにマドラーをグラスに入れてみます。マドラー愛の写真をずっと見ていたのもあって、こっちの方がしっくりきます。記念撮影もう一回、混ぜるの楽しくて動画撮っちゃいました。ストローが立派な作りでグラスに入れるとなんだか強そうです。味は桃がそのまま入っていることもあってとてもフルーティーでした。天然麺はソーダでしたが、炭酸はそこま
ので、少々そういうわけではありません。苦手な人も増えるかもしれません。そして、そして、変形、車ほんまりケーキ、ウェルカムトゥーザニューワールド。こちら、4月に出たメニューのアレンジ版です。ハードルの車が大半分走っている感じです。5月の発売の駅に、アンダーワールドと、やっと修復性できて、気合いが止まりません。プルプル具合は相変わらず、断面が気になる、というお声を書いていただいて、中身を見せちゃいます。味は、本体は反転の薄さ。ワールドは甘メニューでした。今回ラストは、カービィのピーチピーチパフェ。色が綺麗に分かれていて、綺麗です。下から、ハートのお砂糖、星形チョコ、グミのゼリー、クリーム、てっぺんには、桃とカービィアイス。とっても可愛いです。高さがあって、ぬいぐるみより大きいです。味は、桃のおかげで結構さっぱりしていて、食べやすかったです。こちらのグラス、持ち帰ることができて、家でどう使おうか楽しみながら考えています。はい、今回はカービィカフェサマーで頼んだ4つのメニューを紹介しました。どれも食べる前、食べている時、食べ終わってからの満足度が高かったです。残りのメニューもまた紹介していきたいと思っています。このカービィカフェ公式から、名古屋でも期間限定でオープンすると発表がありました。メニューや限定品があるのが気になるところです。では今回は終わりにします。もしよかったらチャンネル登録、いいねボタンお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。